しかし一時はどうなることかと。ごめんごめん、ちょっと忘れ物しちゃってさ。忘れ物？まだ内緒だよ。出発したかと思ったら、マグの姿がないんですもの。ガンダムタウンの代表としてミューゼビルに向かうんだから、しっかりしてもらわないと。わかってるよ。いいえ、わかってないわ。ホワイトヘッド主席からガンダムタウンの一番の冒険家を連れてくるようにって言われてるのよ。一番の冒険家か。なんだか照れるな。戦士文明の調査機関ソシエテからの直々の依頼など大変名誉なことですぞ、マグオッちゃん。でもソシエテから頼みたいことって一体何なんだろう。その辺は私も詳しく聞かされてないのよ。まあまあいいや、行けばわかるだろうし。鉄道を狙った盗賊が頻繁に現れるの。だから列車内に侵入者がいると緊急用のサイレンが鳴るようになってるのよ。侵入者だって？
決まってんだろ。あたいも行くんだよ、ミューゼビルのソシエテに。え、ジェイも？第一、ミューゼビルに呼ばれているのは俺だったんじゃ。いいか、マグ。ちょっとぐらい有名になったからって、あたいとどっちがパンダムタウンで一番か、今度の冒険ではっきりさせ。結局、サイレンの原因は…まったく人騒がせなやつだな。へん。俺はあるお宝を探してるだけだ。しばらくおとなしくしていれば。俺の名はカルカーノ。この辺じゃちっと知れた盗賊様だ。狙っ盗賊ですと。おうよ。盗賊だかなんだか知らないけど、お前に渡すものなんだ。そこですな。まいった。こんな。やったな。そこですな。情けねえ。やったー、嬉しい。燃えてきましたぞ。今日のところはお前の度胸に免じて引き上げることにしよう。逃げられたか。それにしてもよりニーナ様なら何かご存知かもしれませんな。カルカーノを追い払っちゃうなんて。